伏黒が任務でいないから釘崎と二人で共有スペースでダラダラしてたんだけど、何やら光線の外が騒がしいからちょっと見に行ってみたんだよね。補助監督の人に聞いてみたら、何でも美男美女の二人が光線に来てるみたい。めっちゃ気になった俺たちは一緒に見に行ってみることに。お、あそこにいる人じゃね？うお、確かにめっちゃ美男美女ね。あの人たち光線関係者なのかな？補助監督によると誰かを探してここに来てるらしいよ。あ、目が合っちゃった。兄？お、え？はぁ？見知らぬ美女にハグされたんですけど。何これ？はぁ、ちょ、てめえ、イタドリ、この美人なお姉さんとどういう関係だよ。知らないよ。おいバカ、いきなり走るなよ。兄？え、兄？え、このピンク色の髪、緑色の瞳、もしかしてアーニャ？アーニャ？あ、じゃあ確かに似てるわね。呼び方もそのままだし。え、じゃあもしかしてそっちのイケメンは次男？タミヤンだよ。何？二人ともどうしたの？姿が完全に大人なんだけど。俺たちが知ってるアーニャは小学1年生の女の子だ。とある任務でアーニャが巻き込まれてたのを助けてから知り合いになったんだよね。そんで次男はアーニャのクラスメイトなんだけど、子供の急成長ってすげえなー。いや違うでしょ。っていうかアーニャ、ちょっと離れてくんね。大人の人に抱きつかれてる感覚でちょっと緊張する。アーニャ、この前ここに来た時にサトルからオレンジジュースもらった。ジュース？学校に持ってったら次男が勝手に飲んだ。お前が置きっぱなしにしてるのが悪い。アーニャ怒って残ってたジュース全部飲んだ。そしたら二人して体大きくなった。オレンジジュースにそんな力が？どうせ五条先生が変なものでも入れたんでしょ。たく、こいつのオレンジジュースを勝手に飲んで困らせてやろうとしたのに、なんでこんなことに。こいつの知り合い怪しそうなやつ多すぎるだろう。そもそも俺が口つけたのになんで飲むんだよ。普通関節キスとか気にするだろうが。兄、アーニャ美人？おう、正直めっちゃびっくりした。これがあの次男。なんだよ、あんの生意気なガキがこんなイケメンになるのね。なんかムカつく。なんでだよ。つうかお前らのせいでこうなったんだからどうにかしてくれよ。俺たちのせいっていうか五条先生のせいなんだけど。私たちとあいつを一緒にしないでほしいわね。とにかく早く元に戻せよ。迷惑かけやがって。わかったわかった、とりあえず家入先生のところ連れて行くからさ。いしゃ。翔子さんとも知り合いなの？あんた一体何者？数十分後。いやー、時間が経てば戻るって分かってよかったな。よくねえよ、俺は早く戻りたいのに。兄、アーニャ、どう？どう？お、かわいいよ。お嬢、アーニャ、どう？どう？はいはい、かわいいわよ。ってこれ、何回言わされんのよ。次男、アーニャ、かわいいって。わざわざ報告してくんじゃねえ。アーニー、次男がいじめる。ちょ、アーニャ、頼むからその姿で俺に抱きつくのはやめて。釘崎と次男がなぜか睨んでるから。アーニャだってわかってるけど、イタドリが美女に抱きつかれてるとなんかムカつく。普通男に抱きつくか。別に焼いてるとかじゃないけど。ありえねえだろ。別に焼いてるとかじゃないけど。アーニャ、かわいいお洋服着てお出かけしたい。お出かけ？いいわね、どうせ暇だったし渋谷にでも行きましょう。でもアーニャも次男も今の服しか持ってないんでしょ。学校の制服のまま大きくなったみたいだし。アーニャには私がとっておきの服を貸してあげるわ。はい。じゃあ次男には俺の服だな。俺はいい。でもほら、せっかくアーニャと一緒に外に行くんだしさ、デートコーデっぽくしたら。デートじゃねえだろ。またまた。つうかあんた、デートに着ていくような服とか持ってんのかよ。よし、伏黒に借りよう。伏黒なら今いないわよ。窓から部屋に侵入するから大丈夫。何も大丈夫じゃないわね。兄、愉快。じゃ、着替えたらまたここで待ち合わせね。オッケー。なんでこんなことに。数十分後。
着いたわね、渋谷。久しぶりに来たな。 JK の街どうよ、イタドリ、アニャ、かわいいでしょ。お、釘崎のワンピース、よく似合ってるな。次男、アニャ、似合う？ま、孫にも衣装って感じだな。かーん、次男、失礼。お前も似合ってない。は、そもそも庶民が着る服なんて、俺に似合うはずがねえんだよ。つまり、服が悪い。伏黒、かわいそうに。言われ放題ね。ま、次男も普通に似合ってるけどね。くそ、なんか着替えたこいつを見ると、胸がドックンドックン言うんだが、これは違え。絶対にドキドキしてるとかじゃねえ。次男、顔を真っ赤にしてアーニャから目をそらしてる。なんかさ、こうして4人で渋谷を歩いてるとダブルデートみたいだな。はあ？アーニャと次男はまだしも、誰と誰がカップルに見えるって？いや、そういう意味じゃなくてさ、私の隣に立ちたいならもっとイケメンになることね。はい。たく、変なことを言うからつい言い過ぎちゃったじゃない。別に私は隣にイタドリが歩いてても不快じゃないけど、って言ったら調子に乗りそうだからやめておきましょう。お嬢、ツンデレ。なあなあ、スクランブルスクエアに行かね。私はいいけど、この子たちは中身は子供なのよ。子供向けのお店はないし、退屈しちゃうんじゃないかしら。確かにそうだな。じゃあ、なんか食いに行く？く！おごってくれるんだろうな。何よあんた、庶民のものは合わないんじゃなかったの？うるせえ！俺はスタバのフラペチーノってのを飲んでみたいんだよ。金持ちは金持ちで庶民的に憧れもあるのね。スタバは庶民か？じゃあ早速行ってみましょうか。う、渋谷、人がたくさんいて、いっぱい声が聞こえる。頭が痛い。アーニャどうした？もしかして人酔いした？うい、慣れない場所に来たものね。すぐそこに公園があるし、そこで一休みしね。スタバは俺と釘崎がテイクアウトしてくるからさ。は？俺とこいつ二人で待つのかよ。あら、お留守番もできないの？できるわ。ただ、なんつうか、今のこいつと二人っきりってのはちょっと、別に緊張してるとかじゃねえよ。次男、なんで緊張？それより次男と二人っきり仲良くなるチャンス。アーニャが次男と仲良くなると、父と次男の父が仲良くなって、いろいろあって世界平和になる。にやり。何ニヤニヤしてんだよ、気持ち悪いな。ガーン。アーニャ、やっぱりお前嫌い。急になんだよ。あー、くそ、なんで大人の姿になったこいつと一緒にいるとこんなに緊張するんだよ。別に見た目は普通だろう。いや、普通でもね、ブスだ、ブス。次男、一人で葛藤してる。不思議男。ねえねえ、そこのお姉さん。うん、アーニャ。そう、君、今、一人？同じベンチに座ってる。そっちの男性は、彼氏じゃないよね。彼氏にしては、座ってる距離が遠いし。彼氏なわけねえだろ。他人だよ、他人。ふーん。なら、よかった。ねえ、お姉さんさ、もし暇なら、俺たちと一緒に、お茶でもしない？お茶？これ、穴場の超おしゃれなカフェ知ってんだ。インスタ映えもするよ。おしゃんなカフェ、インスタ映え。遠くから見かけたんだけど、お姉さんがすごい美人だからつい話しかけちゃったんだよね。綺麗な髪の毛だし、瞳が大きくて可愛いね。あの美人可愛い？とっても可愛いと思うよ。なんだこの男、気持ち悪い笑み浮かべやがって。これってあれだろ、ナンパってやつだろ。こんなわかりやすいの引っかかるわけねえだろうが。ナンパって何？まあ、いっか、カフェ、インスタ映え、ワクワク。アーニャ、ついていきます。え、ほんと？嬉しいな。はぁ、お前どこ行くんだよ。おしゃんでインスタ映えのカフェ。ここで待ってるように言われただろうが。すぐ戻るから大丈夫。ます、こいつナンパってのを分かってねえのか。ちょっと君、邪魔すんなよ。
顔がいいからって調子に乗ってんの？彼氏でもないのに口出ししてくるんじゃねえよ。こいつは俺の彼女だ。は？え？だから手出すんじゃねえよ。は？お前さっき彼女じゃないって言っただろ。間違えたんだよ。どんな間違いだよ。次男、アーニャ、次男とお付き合いした覚えない。話を合わせろよ。変な男だな。行こうぜ、お姉さん。お姉さん、感動してるんじゃねえ。くそ、俺がせっかく助けてやろうと思ったのに、このままじゃ連れて行かれちまう。つうか、ついていっちまう。ちょっとあんた、私の友達に何してんのよ。あ、お嬢。おっす、ただいま。は？誰だよ。そんな小さな子に手を出すなんてロリコンなの？このお姉さん、別に小さくねえだろ。中身は小さいけどな。うれ、さっさと消えなさいよ。じゃないと一生歩けない体にしてやるわよ。ごめんなさい、もう行きますんで。カフェは？バカ、あいつは悪いやつなんだよ。ガーン。悪かったわね、私たちがいない間にあんな男に絡まれてたなんて。もう疲れただろうし、スタバ飲みながら高専に帰ろっか。いいかお前。うい。今日だけは俺がお前の彼氏だからな。だから他の男についていくんじゃねえよ。うい。次男、なぜ怒ってる？おお、やるわねあんた。やっぱりダブルデートみたいだな。ダブルデート、ワクワク。私と虎杖はカップルじゃないわ。次男。なんだよ。アーニャ知ってる、デートは手をつないで歩く。は？早くしろ。こいつがどんくさいから俺が守ってやるだけだ。俺は紳士だからな。なんかいいね。いいわね。俺たちも手つなぐ？ダブルデートだし。だからダブルデートじゃないつってんだろ。その後、俺たちはアーニャの希望通りおしゃれなカフェに入って休日を満喫したよ。高専に戻るとアーニャたちは元の姿に戻ったし、これにて一件落着。ここだけの話、次男はアーニャが元の姿に戻ってちょっと残念そうだったんだよな。もしかしたら大人のアーニャにドキドキしてたのかもな。動画を見ていただきありがとうございます。鮭、昆布、ツナツナ。他の動画も見てねと言ってるのだと思います。よろしくお願いします。チャンネル登録も忘れないで。